動、真剣勝負が今幕を開けます。ワンマッチの強さをトーナメントでも見せつけてやるジェノブレ・バンナ、準々決勝、さあ武蔵戦のゴング、バンナがいきなり行く。これは初対決なんですよね。そうなんですね、ああ飛び込んでいったのは武蔵だ。武蔵が出る。武蔵行きますね。いつもの武蔵ではないのか。早いですよ。武蔵流を貫き通すと宣言した武蔵ですが、これはいつもとは変化している。あ、武蔵も早いですね。武蔵がテクニックだけではない根性、パワーを見せるのか。ちょっとバンナもね、武蔵のスピードびっくりしたんじゃないですか。一瞬ちょっとね、びっくりしたような表情を見せました、バンナの方が話し出しますよ。バンナが早くも出血している、去年は1回戦マークハントの前に涙を飲んだジェノブレ・バンナ、早いですね。A1 の魔物はこのジェノブレ・バンナ、今年はどうなのか、女神が微笑むのか。とにかく一発食らわないことですよね。武蔵としてみればその一発をもらわずに自分のペースに行きたい、そうですね、まあ、右ランパ、あの足を使って、はい、あのジェルムを翻弄することでしょうね。さあしかしここまで、谷川さん、武蔵は受けて立つようなね、なんか落ち着いてるんですよね、はい、感じ受けますね、すごい落ち着いてる感じがしますね。石井館長、この1年武蔵は他流試合で随分精神的にね、こう成長してきたというふうに言われてますが、あのね、武蔵はね、はい、目がいいんで、はい、本当にあのじっくりね、バンナーとねパンチ1発もでいけばね、はい、あの負けないと思うんですよ。そうですか、下手にね蹴りとかねでごまかさないようにね、もう本当に正面からねじっくりね、打ち合うつもりでいった方がいいですね。バンナのパンチは見えますか。見えてます。見えてますよね。さあ見切っているのか、じわりじわりとそれでも詰めるバンナ、ロープを背負った武蔵、うん、バンナがこの距離を気抜かない方がいいですよ。左ストレート、バンナの左、でも見てますね、見てますね、見てます。一瞬かわすことができたでしょうか。もうね、さあバックスピンキックして左ストレート、バンナの左ストレート、ごまかしたんですよ。そう、打ち合うつもりでいかないため、それでも前に出る武蔵、右のストレート、さあロープを背負った武蔵、左ストレート、左ストレートもナイスクロスですよ。カウンター狙ってますね、武蔵がカウンターを狙ってる、武蔵がカウンター狙ってますね、見てますよね。藤原さん、はい、これ武蔵がいつもと違う感じしませんか。そうですね、抽選会の時にあのバンナ選手に楽な方を選んだって言われたまま、武蔵選手もいられないでしょうからね。ナイスアッパーですよ。なるほど、さあ右のアッパーを見せてきました、左ストレート武蔵、この間合いというのは谷川さんどうなんですか。いや武蔵がとにかくあよく見てますよね、はい、あのプレッシャーかけるのはジェルムなんですけど、かけてますね、ガードされないことですね。右から左、そこにジャブを当てていく、右のパークを切った、ディフェンスうまいですからね。左のストレートをバンナ追いかける、バンナ受けて立つ武蔵、ナイスクロスですよ。さあ武蔵の当たってます、武蔵も当たってますよ、武蔵のパンチも顔面を捉えている、その証にこの話、さあという間の3分間残り10秒を切っている。そうですよ、ね、右のフック顔面を捉えた。さあバンナが1ラウンドで、ね、さあこれがバランスを取りました。まず身代わり武蔵、あ来ちゃってますね、左武蔵効いている、立てるかカウントナイン、カウントナイン立ち上がった。あでも足引きますね。ここで第1ラウンド終了のゴングです。だから、ね、本当気を抜くからダメなんですよ。そうですね、あんだけ見てたんですけどね、3分間終了間際までね、館長、精神だけなんですよね、気持ちだけ、やっぱしね、力持ってるんだからね、自信持って打ち合わないとダメです。最後の最後に横を向いてしまった、横見たところですね、ここですね、左のストレートを追いかける右、終了間際にダウンを喫した日本武蔵、バンナもこういうパターンに持ち込みたかった3分間。そうですね、もうバンナはですね、武蔵がディフェンスうまいんで、はい、もう自力、あのもう攪乱するつもりでですね、こじ上げてやろうと強引でしたよね。でもこれがバンナの作戦としては非常にいいと思うんですけど、今夜は絶対に栄光をつかんでやる、そんなバンナの勢いが一瞬の油断、隙をついてきました。思わず苦笑いしましたから ね、 武蔵もね、ただ聞いてますよ、ダメージはどうか。第1ラウンド終了間際に武蔵がダウン、さあ第2ラウンド、第2ラウンドのゴング、終盤にダウンを奪ったバンナが勝れていく、右から左、しかし武蔵も打っちゃう、武蔵も打っちゃう、そうですね、もう打ち合うつもりで、左の膝、膝これいいですね、首相撲からの攻撃は1回のみが認められます、はい、右の服、もう一度右、逃げないことですね、左のストレート、右の返し、
左下に捉え始めた。武蔵の顔面を完璧に捉え始めました。バンナのパワーが武蔵のテクニックを上回るか、それとも武蔵がしのぐのか。激しい流血はバンナ。武蔵いってほしいですね。武蔵の右を打ち引く、左のストレート、ああ、ダウン。武蔵サイドからタオルガン投げ込まれました。バンナのパワーの前に日本の武蔵撃沈。いやだけどね、バンナに勝てる要素っていうかスピードとかいろんないいもの持ってるんですけどね、それが見えた試合ではありましたが、石井館長言われる、ちょっと一瞬の気の緩みですよね。ジェロムレバンナ、武蔵をノックアウト勝利、準決勝に進みます。ジェノブレバンナが最初からプレッシャーをかけていきました。第1ラウンドは武蔵もそのパンチを見切るようなシーンもあったんですが、しかし最後はパワーで押し切ったジェノブレバンナ。谷川さん、これバンナ、まあ、この準々決勝こういう形で勝ち進みましたけれども、はい、改めて振り返っていかがですか。まあ、予想以上に武蔵は手強かったなと思っていると思うんですけども、まあ、これで1回戦進みましたんで、はい、次の半導戦は面白いと思うんですけどね。準々決勝、バンナの前に日本の武蔵が粘って粘って第1ラウンド打ち合いを演じました。この日の惜しかったですね。そして第2ラウンド、このハイキックも惜しかったですね。惜しかったですね。こういう一発でね、逆転的にチャンスいくらでもあるんですよね。そう、簡単に後ろ向くんですよ。試合中に敵にね背を向けるやつはね絶対強くなれない。背中向けちゃダメ。ここですね。そうですね。そしてこの後後ろ向いた時にやられちゃってます。第1ラウンドのダウンもそうでした。一瞬横を向いたところ、惜しかったな。そこをバンナは逃さない。あのハイキックでちょっとふっと力が抜けたんですよね。そうですね。そこをつきました。そしてタオル投入。さあ、ジェロムレバンナ、その前に武蔵が敗れ去った。バンナの準決勝、さあグランプリ初制覇へ、ジェロムレバンナ準決勝進出です。